どうもこんにちは、コスプレーの花紅茶です。今日はですね、こちら波風スタジオさんで収録させていただいてます。デュースでいるということは、今回はですね、助っ人を呼んでおります。こちらの方です、どうぞ。どうもこんにちは、あやです。イエーイ前からね、やりたいって言ってたんですよね、一緒に企画をね。長い付き合いなので、ね、そうチャンスもなくて、そうなんだかんだ俺がコスプレ始めた頃からずっとの付き合いがあるんで、7年ぐらい。そうね、そう、古い写真持ってるから私は怒らしちゃいけないんだよ同じく言えるんだぞA デューで何をするかということなんですけど、今回はこちらの曲を用意しました。じゃーん闇たこ焼きでーす。これ前回ジルドレで闇たこ焼きをやったことがあるんですね、僕。わさびですね。ピンポーン。いや、ちょっと口直したい。こちらは普通のたこ焼きですね。イカです。その時はね、もう乾杯だったんですね、もう。なんで今回はですね、エースと対決方法で当てていきたいと思います。ルールなんですけど、お互い交互にたこ焼きを食べてって、言い当ててるという簡単なんですけどね。本当に簡単なんですね。大丈夫。言い当てて、当てた数が少なかった人には、もちろん英雄だからね、罰ゲームを用意してきました。こちら、てってれてってって一回出してる。ディスパウダー。こちらですね、ドン・キホーテで売ってました罰ゲームのデスパウダーって言うんですけど、やっぱこういうのってちょっと買うのためらうじゃないですか、はいはい、ちょっと罰ゲームなのかっていうのをね、ある意味検証するという、ね、いい企画だなと思ったんで、はいはい、今回こちらを用意させていただきました。実際もうこれが罰ゲームみたいなもんなんだけどな、なんかダブル罰ゲームご褒美ゼロって。ご褒美がゼロ、厳しい。それじゃあ始めていきたいと思います。手袋拾いたまえ。やりたいね。はいはいはい、回収回収回収。沖縄どれ選んでもやばそうなんよ。そう、ちなみに中は、うん、ちゃんとたこ焼きもあるそうです。あ、ガチなたこ焼きもあるってこと？多分あると思う。じゃあここはね、かっこよく真ん中から行こう。おーでれー、はい、じゃあ俺はじゃあその隣、PJ さんの隣だからね、仲良し。黒っ。じゃあ一緒にせーので食べていきましょう。一口でいかないとダメ。一口だろう、男の子だぞ。じゃあ行きましょう、せーの。あっ、かっこ、あっこ、しょっぱい。でも普通に食える、美味しいこれ。うん、うまい。うん、美味しいこれ。待って、分かったかもしれない。マジ？俺全然分からないけど、え、答えれる？え、リアルに分かったかも。マジ？じゃあどうぞ。塩昆布。ピンポーン。マジで？やばい、強いかもしれない。え、それは俺が引き当てなきゃいけないやつだから。塩昆布はダメだよ。誠に失礼します。私の塩昆布かわです。俺はこれ普通にタコっぽかったんだけど、ああ、イカですか？タコです。ねえ、タコ焼き食べたことないの？こちらは普通のタコ焼きですね。イカです。もうまたかよ。うまくて不安だったの。まだしょっぱいんだけど。どんだけめっちゃ入ってた。でも美味しいやろ。美味しいでしょ。よかった。塩昆布美味しいからみんな食べて。あ、でもごめん。塩昆布美味しいからみんな食べて。もう今編集でね、やり直したの。ちょっと黒っぽいやついってみようかな。ちょっと黒い。あ、黒いわ、だいぶ。じゃあ俺も黒いやつ選ぼうかな。だいぶ黒いわ。こっち。これいきなり出すの？それはちょっとまだ早いよ。こっちにしようかな。せーの。あっこ。あっこ。すごい、湯気がすごい。あ、俺分かったかも、これ。マジ？うん、分かる？いいよ、いっぺ。せーの、タコ！ピンポーン！やったー！ちなみに、うん、これは勝ったわ。何？あんこ。ピンポーン！え、マジで？すごい！うまい。うまいんだ。すごくね？すごい。あんこ美味しいんだ。いや、うまい。これは普通に通常メニューに加えた方がいいレベルでうまい。ごま団子的な。ああ、え、いいね。めちゃめちゃ美味しい。え、今度やってみようかな。たこ焼きじゃなくてあんこ焼き。いや、あんこ玉焼きだよね。美味しい。あんこ玉焼き。
あ、玉焼きがある。語呂の悪さ。情報量多くない。こういうの残しとく。さ最後まで行きたいんやろ。行きたい、行きたいんやろ。いや、多分視聴者は求めてるで。じゃあ、俺はこの広い方から行こう。いや、まあ、俺は安定を行くんです。あ、ふざけんな、ふざけんな、ふざけんな。私はでも真ん中から行くわよ。匂いがする。え、分かった。たこ焼きの匂いはしないけど。じゃあ、いただきます。カブン、なんだこれ。こ答えがない。ん、答えがない。こいついくよ。きなこ。きなこではございません。間違うんか。でもなんか分かりそう。なんか分かりそうなのに分からん。液体だったのこと。なんか粉。あ、粉は粉なんだ。正解はないと思う。正解は練りごまでした。あー、だからか。ザラザラしてんなと思った。そうだ、ごまだ。味粉っぽさは、そうそうそう、あったの。そうそうそう、なんか多分きなこが焦げたんだなと思って。ごなじゃねえ、ごま。混ざっとんの。頑張れ日本語。わからないのよ。何結局。だけどめちゃめちゃでかい固形物が入っていたの。おお、かまぼこ。かまぼこではございません。違う。正解は何ですか。正解はタコです。いやー、味落ち。人のこと言えんのかよ。たこ焼き食べたことないの。絶対タコじゃないって。嘘でしょ。おい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 、格付けチェックじゃ消えてるぞ。ボワーン。なんかこれダメやね、なんか先入観で。うん、タコがわかんない。わからんでしょ。意外とわからんのよね、これ。先ほどすいませんでした。おい、ほんと。次。おい、たこ、こっち。いただきます。俺これ分かったかも。ピーナッツ。ピーナッツはございません。え、待って、じゃあナッツ。ナッツでもございません。なんで2回言ったの。いや、なんかね、絶対近いんだ。ハム太郎さん。ハム太郎。ハム太郎さん。今まで何年。ピンポーン。やった。今までの不正解だ。今までの種ってこんなホクホクしてんだ。あんま食べない。うん、新発見。意外とうまかった。いや、でもさ、ナッツはもう正解でいいだろ、今までの種。ダメよ。絶対いいって。ダメよ。ナッツやな。ナッツだよ。ひまわりの種はもうナッツだよ。うん。これこそ、アコ。イカです。いや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 。イエーイ。もうイラついてきた。ほら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 。ユアジオンチ。もうタコもイカも同じでしょ。いや、意外と分かんねえだろ。分からんやろ。イカって言われて食べてもタコなんだけど。え、今のイカだっけ。イエーイ、ざまみろ。どれいく。これだ。俺も狙っとったんやけど。じゃあ俺も選ぼう。せーの。あっこ。ね、これ食べれるやつ草みたいなんですけど。だってすごい。はい。分かったかもしれないけど、うん、食べてはいかんものな気がする。お湯かけてさ、なんか作るさ、お味噌汁の素みたいなのあるじゃん。あー、あれ、ピンポーン。すごい。なぜ。お味噌汁の具でした。え、すごい。インスタントの食べれるんや、インスタント。なんかさ、あの、口の中でお味噌汁が完成してる。え、待って、俺結局分かってないけど、これ鶏肉じゃねえし、でもボロボロすんだ、口の中で。そぼろですか。そぼろではございません。あれ、なにこれ、なんですかこれ。正解はネギトロでした。ネギトロ。ネギトロなんのこれ。え、でもそぼろさ、いいとこ行ってない。行ったね。焼かれたってことです。そう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 。焼かれとって、多分固形だったんだよ、ほんと。ボロボロになったってことで。そうそうそう。あ、でも結構、あ、容器じゃない、いいとこ。やったそう。まあ、点はいらないです。今、3対2。もう負けは許されんのよね。そう、そうよ。マジ？これ、隣に行くよ、私は。え、にょぽって。せーの。ネットネットする。うん。ここ。考えててごめん。うん、今
口に歯磨き粉がいる。歯磨き粉は食い物じゃねえからないと思うぞ。これね、もうね、焼きすぎてなんかね、苦いんだ。でも多分ね、レーズンっぽいやつだと思う。そのでっかいレーズンみたいなやつ、でっかい干しぶどうみたいな感じ。プルーン。プルーン。プルーンではございません。あー違う、なんだ。正解はブルーベリージャムでした。ジャムか。うわ惜しいんだな俺。焼きすぎて固まったのよ。うん、だからだ。はぁ、やっと飲み込めた。おじいちゃん、これガム、これこそガム。ガムではございません。やだ、これ外したくなかった。何でしょうか。正解はフリスクでした。なんか元はこう白かったんやけど、焼いとったら緑色になってきて最終的に黒くなるっていう。飲み込んで終わった後ちょっとスッキリしてるな。今多分私の口